はい、毎日学習会の林です。早速やっていきましょう。今日は、まあ、ちょっと総合政策や環境情報どっちも割とこう被ってるテーマかなと思うんですけど、 STC の AO で、まあ、こんなテーマでやったらいいんじゃないかっていうところのお話をちょっと一通りできればなと思います。で、今日はメガサプライヤーの台頭っていうところの話をしようと思っていて、これも日経 BP のビジネスを揺るがす100のディスクの中の一つで、紹介されているものなんですけれども、そこのお話をちょっとしながら、どういったところをこう、まあ、SAC の AO のテーマとして見ていくと、まあ、合格可能性が高いかなっていうところも含めて、ちょっと見ていければなと思ってます。よろしくお願いします。で、一通りお話をすると、まあ、そうですね、なかなか難しいんだけど、やっぱり産業構造の中でこういう会社って強いし、逆にこういう会社って弱いよっていうのが今までわりかし決まったんですよね。例えば代表的なところで言うと、開発やってる会社ってやっぱ開発難しいから利益率高いし、あと例えば販売やってる会社っていうのは人に物を売るのって結構難しいんで利益率高いんですよ。逆に生産だけやってる会社って利益率低いんですよ。例えばそのこれコンビニとかでもそうだけど、コンビニとかでなんかセブンプレミアムとかで売ってて、でそれでそういうのって多分開発してるのと販売してるのはセブンイレブンなんですよね。製造してるのは別の会社なんだけど、製造してるところが一番利益が低い。これドン・キホーテとかもそうですけど、プライベートブランドって基本的に生産してるところが一番その要は利益率が低い、付加価値が低いんですね。なんだけど、例えば今半導体とかを、まあ、TSMC とかで作ってるけど、 TSMC は多分付加価値すごい高いですよね。AI に使う半導体って TSMC しか作れないから、もう Apple だろうがどこだろうが全部 TSMC に任せてるんですよ。っていう風な形になると、やっぱり非常に TSMC はまあ、レベル高いなっていう風にやっぱり思ったりはしますし、なんかそういったところをね、またこう一通り考えてみるっていうのは、それはそれでやっぱり話としてはすごくこう面白いなというか、なかなかこれはいけるなっていう風なところをちょっと思ったりはするんですよね。とか、あとは例えばいわゆるその、まあ、自動車とかもそうだけど、普通はその部品会社が立場弱いんですよね。部品会社ってのはいつもその自動車会社に値段叩かれてやってるんだけど、それは例えばその、まあ、いわゆるモーターとかはまあ本当にそうだと思うんだけれども、なんでしょう、この部品だけ買ったらもう車作れるみたいな部品を売る会社が出てきて、日本電産とかね、ニデックか、今ニデックとかそういう会社が出てきて、でそこの立場が逆にすごく強くなる可能性とある、ほぼ独占みたいな感じでできるようになって、なおかつこうその商品っていうのがそこしか作れないものだと、例えば自動車の衝突防止機能とか、あと自動運転機能とかもそうだけど、独占的にできて明らかにそこの会社の方が一番いいってなったら、そういうサプライヤーの方が力強くなりますよねとか、そういう問題があったりとか、やっぱりこう立ち位置が相当変わってくる。まあ基本的にはやっぱり難しいことをやってる会社、他の人ができないことをやってる会社が立ち位置が高くなるので、なんかまあ別にどの業種だからとか、どの分野を任されてるからとかあんま関係ないんですよね。まあ、逆に例えばって自動運転で衝突防止機能ついてて絶対事故ない車とかがあったら、多分それって別に販売する側はそんなに頑張んなくても、そういう車ってめちゃくちゃ売れるでしょ。難しいことをやってる会社が利益が高くなって、簡単なことをやってる会社が利益が薄くなるってだけの話なんだけど、そこの変化っていうのをどういうふうな形でこれから行われるようになるかっていうのを改めてやっぱり考えていかなきゃいけない部分はあるかなと思っていて、そういうのを考えてちょっとやってみていただけると全然違うかなっていうふうに思うので、また改めてちょっとね、そこの部分に関しては考えて、まあ、経済予想モデルみたいなものを作ってやっていくっていうのは、まあ、それはそれであっても非常に面白いんじゃないかなっていうふうには思うので、ちょっとまあやってみたらいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。